朝の監督の三宅永です。本日は橋本の悪い中お越しいただきありがとうございました。まあ、5年かけてようやく、上映にこぎつけられました。本日はごゆっくりご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。本日はあの橋本の悪いところをおいでいただきましてありがとうございました。まあ、三宅君の、まあ、老作ということで、5年間様々な取材を受けております。まあ、こういうことは初めての経験でございますので、能の舞台に立つよりも緊張しておりますのですが、また後ほどあのトークなどもございますのでごゆっくりご覧いただければありがたいと思います。ありがとうございました。今日はあの最高を制作あの演出されました小野寺修司さんをお招きしてあのトークをさせていただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。よろしくお願いします。小野寺です。井上さんの企画会はご覧になってなかったから今日、はい、初めて見ました。あ、いかがですか。いやもういろいろ先生やってらっしゃるんだなっていう。やらされてるっていう感じです。いやいや、最古の稽古をしてた時も本当にお忙しくて毎日いろいろなことをやってらっしゃるという話を聞いてはいたんですけど、これだけ見ると本当に忙しい。でもこれ5年間ですから、はい。いや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 本当に、なのでちょっと本当に改めていろいろ思うことはありというか、もうすごくこんな言い方合ってるんですかね、日本っていうか、あのすごく先生を通して日本で特に最後のあの外国でコラボレーションをしたのを見た時に、はい、なんかすごくこう型とか形式とか、そういうものを通してすごい日本ってものを見せてもらってるんだなっていうのはすごく、まあ、あとはせっかくですんでちょっとこう最古の制作現場のことを少しちょっとねお話し、最古でもね、あのまあ、まあ、ノーといえばやっぱりノーメールマスクなんだけども、今日実は最古で使ったマスク、おめでとう、覚えてらっしゃいますか。覚えてます、覚えてます。これです、これです、はい。お母さん。これ、こちらお母さんですね。これ、そう、私がつけた。はい。骸骨のお母さん。はいはいはい。骸骨の、はい。あれ、最後にね、お母さんのたくさんのお母さん。そうか。なんか、すごい、いろんな種類がもちろんあって、で、それを先生に持ってきていただいて、その中で、どれがいいですかって聞かれるんですけど、なかなか難しいですね、これ。ね、まあ、能というのは皆さんも、本当にレギュレーションというか、もうがんじがらめに、がんじがらめに縛られている芸能だというお考えなんだけど、意外に自由なところがあって、舞台なんかもね、欄干の上に乗ったり、いろんなことを、実は能の中にもいろんな要素があるんですよって言って、そういうのをこう、先生、超自由ですから、本当に。引き出してくれて。絶対同じ歌歌わないですよね。覚えられないというか、ね、一生懸命あの どうですかね、あの何を言ってるかどこまで勉強不足があるんですけど分かんないんですけど、役者さんの方がこの言葉が出たら動くとかっていうきっかけをやってるんですけど、まあ同じ歌歌ってくんないですね。で「大丈夫大丈夫」っつっても絶対その時の雰囲気でワンって違う歌を歌う、あれもすごくそういう意味でこんなに能って自由なんだなと思いました僕。大体同じフレーズを歌ってるんですけど、上がり下がりが違ってる、フレーズも時々違う。いや、フレーズ違いますね、いつも。すごい、でもそういうのがびっくりしました。もっと絶対変えないとかっていうルールがあるのかと思ったら、先生意外にそこ大丈夫だよっておっしゃってくれるじゃないですか。そうですね。まあ、時間の流れと、あと全体のうねり感っていう中で、こう僕も感じながら、まあ皆さんも感じていただけるかなという。信頼感でやってあんまりリズムを取らないっていうのはすごくよく分かりました。取れないですね。いや僕も取れないんですけど、本当にそれはあるんだなと思いました。そうですね。素晴らしいパンフレットで、またバンド玉三郎さんをはじめ、さまざまな方からいろんなコメントも頂戴して掲載されてね、大変贅沢な、映画以上に贅沢なパンフレット。はい、失礼しました。ご希望があればサインなどね、はい、ちょっとね、津村さんの絆毛筆のサインもしていただけますので、会場でもしロビーでよろしければお願いします。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
願いします。